最初勉強し始めて半年ぐらいで TOEIC 受けたんですけど、スコアが確か460、最後の最後結局挫折してやめちゃったんですけど、そこでの点数が440と、あれマイナスでしたなんと武田塾イングリッシュ新宿校の開校が決まりました。駅から近くてアクセス抜群、ぜひお問い合わせください。武田塾イングリッシュの一席です。この動画よかったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。さて今回はですね、武田塾印西牧之原校の増田校社長にお越しいただきました。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんでも大手英会話スクールに通ってめちゃくちゃTOEICのスコアが上がったということで、今回はその体験についてですね聞きたいなと思って来てもらいました。はい、じゃあ簡単に自己紹介をお願いしてもいいですか。印西牧之原校と旗の台校で校社長をしております増田浩司と申します。もともとはメガバンク系の出身なんですけども、武田塾の勉強法で一日一日勉強していけばですね、一番最短のルートといった形で学力が伸びるので、今そういった形で武田塾の方に参画しております。武田塾イングリッシュではなくね、武田塾の方で働かれている先生ということなんですけども、はい、メガバンクに在籍していた時にTOEICを目指そうとしてたんですよ。取得を目指そうとしてたんですよね。そうですね、もともと営業だったんですけども、はい、そこでずっと営業をしていてもなかなか偉くなれないって言ったところなので、なるほど、いい収入を得てより偉くなるためにはやっぱりその海外に行きたいなっていうことはあってですね、TOEIC 860点以上取れば人事の方がスイスの方にですね行かしてくれるっていう約束をして目指したという言った流れですね。おお、いいですね。参考までに大体何点ぐらい取ったらこういうところ行けるみたいなのってあるんですか。テストが全部で2回あってですね、はい、2回目はこういった面接の形式なんですけども、1回目でまずは筆記試験を受けるのにあたって、TOEIC が最低730点以上ないとその筆記試験すら受けれないよう話にならない。なるほどなるほど。勉強始めた当初はどれぐらいのスコアだったんですか。計測不能計測不能多分230点ぐらいだと思います。へ、なるほど。どれぐらいの期間どんな感じで勉強していったんですか。サラリーマン人生全て命かけてやってたので、期間としては本気でやってたのは2年半とかに、大体2年ぐらいって感じですね、なるほど。1日あたりで言うとここは結構自信があってですね、はいはいはい、会社終わった後に勉強してたんですけど、平均で平日でも1日4時間土日でも6時間量だけは自信はあります、ね、なるほど。めっちゃ勉強してますね。武田塾イングリッシュが推奨してるのが1日3時間やなんとか確保してくださいって言ってやってくれる人もいるんですけど、やっぱやれない人の方が多いんで、4時間やってるってなると数ヶ月で100点アップコースですよこれは。そうですね、はい、なかなかちょっと当時労務環境がブラックでですね、周りの同期とか夜10時ぐらいまで営業とかいろいろやってたんですけども、僕の方は周りのこう冷たい目線をかいくぐってですね、5時半ぐらいに退社して、はいはい、そこから家に帰って周りの同期が営業してる間は自分も勉強しようってことで14時間ぐらい勉強したっていう感じですね。ほう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 。自己投資してたんですね。そうですね、うん、はい、で何でもその頃に英会話スクールにも通われてたんですよね。そうですね、最初は独学でですね、本当に今でいう自学自習っていうのを知ってたんですけども、はいはい、半期に一度ぐらいですね会社の方で応募がかかるんですね、いろんなこう英会話スクールとかオンラインとかいろいろあって、その中から自分で一つ選んでそこに行って8割以上出席するとその費用の確かほとんど全額を会社が出してくれるっていう福利厚生があったので、それを選んで最初は独学で、後半の方は英会話スクールとかいろいろ通ったっていう感じですね。TOEIC 730点を3ヶ月で目指せるコースっていうのがあってですね、最初それに3ヶ月ぐらいですかね通ったので、講座数が全部で12回とかだった。へ、授業形式ってことですよね。グループディスカッション形式でサミットみたいにですね、こう丸いテーブルがあって、その中に生徒が大体8人ぐらいかいて、日本人の先生がいて、それを囲んで大体2時間ぐらいですかね。へ、最初なんか小テストから始まって、次なんかリスニングが始まって、よくあるグループレッスン。そうですね、なるほど。僕が伸びないよって言ってるやつですね。当時はもう勉強法も何も全く分からなかったんで、とりあえず730点3ヶ月で目指せるコースっていうから、まあ、言われたようにちゃんとやってれば近しいところ行くんだろうなってことで入ったって感じですね。なるほど、はい、あと他にもいくつか行ったってことですか。自分の駅の近くのですね通って、ネイティブの先生がつかつかつかっと出てきて、なんか2分ぐらいでちょっとこうハローとか会話をいろいろしてですね、自分のこうレベルを測られて、クラスもいくつかあると思うんですけど、一番下のクラスに入れられてですね、週に1回確か90分ぐらい日本人の先生と、それも座談形式で10人ぐらいの生徒がいて会話のやり取りをして、宿題がなんかテキストが3ページぐらいと単語が10個ぐらい出た、それも言われたんでちゃんとしっかりやって今したと。めっちゃ
ちゃ簡単なテストっすよね。これだけみたいな感じの量の宿題じゃないですか。そうですね。多分近くの本屋とかで買ったら中2とか中1の後半とかそんな感じだったと思うんですよ。おお、なるほど。ちょっと気づいてたのがこれ果たして本当にトイック800何十点とか、はいはいはい、間に合うのかなと思ってたんですけどっていう感じですね。なるほど。とりあえずでもやりきって2年間勉強しましたよと。最終的にはどうだったんですか結果は。最初勉強し始めて半年ぐらいでトイック受けたんですけど、そこでのスコアが確か460、最後の最後結局挫折してやめちゃったんですけど、うん、そこでの点数が440と。あれ3マイナスマイナスでした一番いい時でプラス10点っていう感じ。結局変わんないっていう感じだと思うんですね。はいはいはい、なるほどなるほど。そんなに勉強時間を取ってたくさんレッスンも受けたのになんかおかしいですね。勉強法間違えたら本当に意味ないところか時間を捨ててる。最低独学でも時間を捨てて、そこでいろいろ通ったらお金も捨てるっていう、本当最悪のやり方になるので、はい、正しい勉強法で当時僕がやってたような時間数ですね、その両方を取ることができると、やっぱ730点とか860点取って外資で名だたる投資銀行とかに転職するっていうケースが大半ですね。なるほど、はい、そういう勉強法を教えてくれて自学自習を管理してくれるような英会話スクールがあれば、増田さんももしかしたら今頃外資で、そうですね、そうですね、あの本当東京駅の名だたる外資系銀行とかでこうもっといいスーツ着てたかもしれないですね。なるほど。もし増田さんが英会話スクールをおすすめとしたらどこをおすすめしますか。そうですね、正しい勉強法を教えてくれて、それをちゃんと管理してくれる英会話スクールとか塾がもしあればなんですけど、あればあ、そういうとこがいいのかなっていう気はしますね。なるほど、はい、武田塾イングリッシュですね。あ、なるほど、はい、武田塾イングリッシュではもう一人一人の状況に合わせて参考書もカスタマイズしていきますからね。残された期間とかここまでにここまでやりましょうっていう中長期の計画も立てて毎週毎週管理してやっていくんで。なんか伊関さん本出されてました、ね、そうですね、英語独学法っていう勉強法の本とかも出したりしてます。 あとなんか英単語の本も出して、あ、そうですね、逆転英単語2000出してますね、英単語帳、ね、あれすごいいいなと思ってて、確かあれレテンを入れるチェックマーク欄が何個ぐらいありましたか。9個ぐらいありますね。9個ぐらいですね、うん、あれやっときゃいいんじゃねって僕は思っちゃいますね。なるほど。トイック向けじゃなかったりとかはしますけど、ね、ああ、そうですね。でも勉強法としては本当にあれぐらいやっぱり復習しないと忘れちゃうっていうのがあるんで、そうですね、はい、僕のトイック全然スコア上がんなかったミスとして、いろいろ単語帳だったり一冊買ってですね、一冊完璧にしようってことで進めていくんですけど、うん、チェック一切つけてないですね。一番やっちゃいけない勉強法ですね。一週目はこうルンルンでですね、ちゃんと勉強していくんですけど、うん、大事なのってチェックマークつけた2週目以降じゃないですか。そこで2週目以降の時にチェックをつけてないので、もう一回全部の問題解くので時間の無駄なんですよね。確かに伊関さんの本だと確かチェックマークがたくさんあると思うので、うん、それをちゃんとチェックして潰していくと、多分8週目とかには最初2000単語やってたものがおそらく多分100単語以下になってくるので、うん、そうすると一気に覚えれるペースになってきて、トーイック860点以上取ってスイスっていう道のりが明らかに見えるかなっていうところですね。なるほど、はい、ありがとうございます。じゃあ増田さんのようにね、皆さん同じ失敗をしないように英会話スクールを選ぶ際は慎重にそして大手に、ね、行っちゃうと、もちろんうまくいくケースもあると思うんですけど、うん、こういう風に失敗しちゃう可能性もあるということで、気をつけてスクールを選んでいきましょう。今回は以上です。秋の英語力アップキャンペーン始まりました。入会金が半額、5000円分のギフト券もプレゼント。申し込みは11月30日までです。4発授業をしない武田塾イングリッシュ、無料カウンセリングでお待ちしてます。このチャンネルでは英語学習に役立つ情報を日々更新しています。トイック、英検、英語の学び直しに役立つ情報を配信しておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。僕たちに質問がある方はぜひぜひコメント欄に書いてください。 Leave comments below.